いよいよ動き出したボルターズ。選手たちは真剣に、時折にぎやかに練習に励んでいます。今日初練習に臨んだボルターズ。来日していない外国人選手を除く10人が来シーズンに向けて始動しました。およそ2時間ランニングやトレーニング中心の練習に励んだ選手たち。新加入の石橋優真選手や駒澤颯選手も早速チームに合流しました。涼介さんに馬刺し食いたいって言って連れてってもらって、もう感動するぐらいすごい美味しかったので、チームのやることは多分決まってると思うので、それ早く覚えてすぐ、ね、まあスタートからでも出て引っ張っていけるような選手になりたいと思ってて、あと3ヶ月間必死に努力しようと思ってます。さらに今日発表されたシーズンのスローガンはぶちばけろ。創立11年目を迎え、熊本の熱源になるという思いが込められています。在籍6年目の本村選手は、自分のバスケ人生をこう熊本ボルターズにかける思いで、自分ができることを全部やりきって B1 昇格に、近づくチームを一日でも早く作れたらいいなと思ってます。開幕戦は10月7日 B1 昇格を目指し、選手たちがコートでぶちまけます。